はい、こんばんは。山々山寮です。ということで、ウィキペディア、ヤマペディアね、ハイケとヤマペディア第4回かな、やっていこうと思いますよ。もうね、細かいことは言いませんからね、早速もう押していこうと思います。お任せ表示を、ではやっていきましょう。ポチッとな、さあ、こう何かな？また人物名か。続きますね、人物名が。熊切直美さん。また女性の方じゃないのね。おっと、危ない、危ない、危ない。あれか、ワタミの、ね、渡辺直美さんみたいな感じかな。ね、熊切直美さんという方ですね。1958年、昭和33年9月26日までは、日本の実業家ということで、元大東建託、代表取締役社長、5代目ということですね。同社取締役を務めてらっしゃるという、非常に偉い方でございますね。岐阜県出身なんですね。へえ、こっちの方なんだ。岐阜大学農学部、岐阜大ね、岐大ですね。頭いいですね、さすが。帝国建設コンサルタントを経て、1984年に大東建託へ入社。住宅販売部長や業務本部長、経営企画室長、子会社大東ファイナンス代表取締役社長、専務取締役などを得て、2013年に社内内規の、取締役定年によって退任した、みなべいさおさんですかね、の後任として、代表取締役社長に就任したと。めちゃくちゃ偉い方じゃないですか。同時に代表取締役副社長に門内仁さんでいいのかな？門内仁さん、よかったね、分かってますよ、当然ね。で、社外取締役に山口俊明さんですかね。山口と、ほら、あってた、ほら、あってた。読めるよね。そうですよ。読めますよね。そうだ。就任したということですね。2019年4月1日付で、大東建託の社内内規による取締役定年により、代表取締役社長を退任し、取締役となると。後任の大東建託代表取締役社長として、小林克光さん、勝間さん。という方が、今のですか、現役の、社長さんがこちらの小林さんということになりそうですね。愛知なんだ。経歴でいうと、1981年入社ということですね。で、84年に、81年はそうか、帝国建設コンサルタントで、84年から大東建託に入社し、大体社長になるまでに、84年、分かりやすいな、これ私の生まれ年やから。そうですね、私が生まれた年に入社ですから、2月生まれです。ほぼ一緒ですよね。なるほど、なるほど。ね。それで、社長に就いたのが5つになってました。2013年でしょ？ 2013 年、今から8年ほど前ですよね。ですから、私が30になるかならんかくらいね。ですから、カラオケ屋さんで死にかけてたことかな。まさに、24時間働いてますと言いながらね、働いてた時期でございますね。いや、よく働いてたなと思いましたよ、あの頃は。私がね、こんなね、ダメに人生を歩んでる間に、やっぱしちゃんとした人はね、ちゃんと社長にまでなれるんですよ。これが、ね、すごい、格差を感じるところでございますね。なるほど。いや、すごいですね。世の中にはね、やっぱし、ね、すごい方というのはいっぱいいますからね。ね、私もね、いつかウィキペディアに載るようなね、入力ミスが多くなってきてます。すいません。疲れてます。いろんなね、編集しながらやってますんでね。で、あんなのがね、出てくるんです。あれ、英徳の機能ですけどね。まあ、それはまた今度やりますんでね。で、ということですね。まあ、なるほどな。いや、いろんな人がいますね。ということでね。まあ、今日もまだ一つね、新しい知識が増えました。大丈夫かな？ 大丈夫かな？いや、まあ、ちょっとね、人物がね、続くとね、なかなかね、語りづらいところも多いですからね。
なんかね、ちょっと、まあ、これはもうお任せ表示で出たのを、その出たとこ勝負でやってますから、ね、仕方ないですからね。まあまあまあ、またね、今後もね、明日もね、お付き合いいただければと思います。これはいつ放送になるのか、ちょっとね、ヤマペディアは、レギュラーになりますからね、そのあたりはまたね、ラジオの方でね、詳しくね、説明しますんでね、捨て出しの方でね、ちゃんとね、そのあたり、どういう風な感じになるのかね、説明しますんで、そちらもね、お聞きいただければと思います。ということでね、この動画ね、これぐらいで、締めたいと思います。大体もうね、人物だと5分ぐらいになりますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。